自衛隊をはじめ対応に当たる実動部隊を大幅に増強し、住民の安全確保を最優先に、被災者の救命救助、避難誘導、医療行為の提供などの災害応急対策に政府の総力を結集し取り組むこと。地震です。不安を感じている住民に対し、避難にあたって必要な余震や被害状況等に関する最新の情報を分かりやすくタイムリーに提供すること。